反中作品になる。一回しか来れなかった、ごめん。いや、一回来てくれてありがとうございます。いやね、ここだったな、来た時の。いや、コウキさんと一緒に来てくれた。そうですね、なんか旅中やったんで、僕、うん、あの、はい、そうだよね、営業の最後に会えてよかったです、ね、ここで。昨日は大騒ぎ、むちゃくちゃでしたね。どうだったの？もうなんか、昨日はそれこそ YouTuber の人とかも結構いっぱい来てくれたり、うん、青春でしたね。短い間でしたけど、ここ多分数年の中で一番号泣しました。あ、そう、はい、インフルエンサーの人が働いてたんですよ。みんな個人個人で結構いろんなインフルエンサー活動をやってて、はい、経営はうまくいってたんだ。あ、もう基本的に黒字でしたよ。でもやっぱコロナになったらやっぱさすがに開けれないんで。そっか、だからジョーと出会って急にね、俺らも予期してなかったけどさ、新聞に取り上げられちゃって、はい、そっから後期のプロテスト、はい、やって、はい、すごかったもんね、あそこから世界変わりましたね、アツシさんも出会ってから。いやいやいや、なんか新聞とか、LINE ニュース、うん、Yahoo ニュースとか、うん、全部載って、まあ、いわゆる親戚増えた現象みたいなのも起きて、あ、プロテスト受かってデビュー戦したんですよ。したよね、はい、で、それで勝ったんですよ、ボクシング自体は。引退したんですよ。やめたよね、はい、うん、で、そこからアフリカ行ったりとか、ヨーロッパ行ったり、アフリカ縦断やって、はい、で、そのあたりぐらいですかね、あのスクランブル交差点に僕のベッドを置いてしまって、あ、そうそう、大炎上したっていう。え、その前にバンド組んでたよね。あ、そうです。そうだよね、はい、で、バンドの仲間とやったのか。そうです、ルールを破っちゃったっていうね、はい、ルールの認識も浅かったなっていう。クラウドファンディングでお金集めて作ったわけだもんね。そうですね、あの時たくさんの人に応援してもらって、なので結構な人たちが来てくれてたんです。それすらもちょっと燃えたもんね、軽く。一番当たり前なのにね、クラウドファンディング。そうですね、うん、当時まだ理解がちょっとね、ファンからお金巻き上げてるみたいな風に言われましたけどね。インスタ見てたら有名人は来てるし、お笑い芸人の方も来てるし、朝倉未来も来てるし。そうですよね、すごいな。来てくれて、昨日最後やったんですよ、うん、こんなに愛される店を作れたんやなっていうことが、うん、すごいなんか実感としてあったんで、うん、本当にやってよかったなと思いましたね。前のバーもやってたけどさ、はい、それを閉めて次のステップ行ったわけだから、まあ、はい、次のステップなんかもね、ジョーってこう行きたいんやなっていうのをすごい明確に、前よりも明確になったなってすごい思ったんで、まだまだ挑戦していこうなって思いましたね。今日話聞いてると、俺がピックアップしたことで生きづらくさせちゃったかなとかって一瞬思っちゃって。いやいや、全くないです。なんか、うん、成長させてもらいましたね。その上で、あの原点の気持ちを忘れずに、僕挑戦者としてちょっと感動を追っていこうかな、うん、無人島も感動したよ。おしっこ普通飲めないよ俺ちょっとなんか気持ち悪くて見れなかったもん。いや、あとしたら多分飲めると思ったら多分飲めると思いますよ。絶対いや、境地に入ったら絶対海水飲むわ俺海水だと死ぬんですよ、喉乾いてるんで。あ、そういうことか。塩分なんで。そっかそっかそっか、はい、水分取られちゃうんだ逆に。やったら尿の方がいいんですよ無理でしょ僕無理です。あれすごいわ、虫食ってるし、もうできないみたいなストッパーがないんですよ。でもなんかあれを見てて、あ、ジョーなんか原点に帰る覚悟してんなって感じがした。一番僕にとってスペシャリティ出せるってとこってどこなんかなっていう、この1年ちょっとですけど、すごい自分にとって大事な挑戦だったんですけど、それで昨日ほんまにめちゃくちゃ涙出たんですよ。人前でもうワンワン泣いてたんですけど、泣けるような挑戦青春できるんやなって思ったんで。一生懸命やったプラス、その道の中で仲間とか助けてくれたことがあったりとかすると、すごい思い出して感謝の気持ちになったりするんだろうね。そうですね。運命どこで言うと誰だったら、今レペゼン地球とか。でもレペゼン地球が来ちゃったら他のお客さんもうわーってなっちゃうんじゃないの。いや、もうみんななんかこうやってカメラ向けてましたね、ここの席にいたんですけど。じゃあ祭りの後の静けさだ。もう完全にそうですね。昨日で閉店で、はい、今日からもう片付け。いや、あのステージで歌うっていうの叶わなくてごめん。いやいやいや俺も会ってない間に YouTube 俺も始めて。あ、そうです。そう、ラカさんと一緒に撮ってましたね。はい、だからその時も話したんだよね。いや、そうなんですよ。俺の YouTube のその第一歩目はジョーだったから、 YouTube 始めていきなりなんか違う人とヘラヘラしてコラボするのもちげえなって俺は思ってたんです。はい、
で一発目にやんだら絶対冗談だなと思ってたんだけど、そのまだなんか炎上の名残みたいなのもちょっとあって、そうです、はい、で情的にも心機一転ちょっともう一回原点に戻って、多分無人島行く直前かなかった、ね、直前です ね、はい、アーティストに目をかけないように自分もちょっともう一回こう立ち上がり直してからやらせてくださいって僕に仁義切ってきたんですよ、この人は。今日出なかったんでね、はい、まあ、せっかく近況報告聞きたいし、でもそれもなんか残しといたから次の展開を楽しみにしてましたよ。じゃあジョー君のなんか心からやりたいこととか挑戦とかやってるんかなとか、そういうのに苛まれた瞬間があったんで、まあ、もちろん有名になって責任が増えたっていうのはあるんですけど、そっちよりも自分が心乗っかってるのかどうかみたいなところとか、そういうのを考える時期でしたね、この1年は。バー新入生の教師ライト仕掛けやるとかさ、普通に考えたら心配じゃん。やってうまくいったかいかないかよりも失敗してもやったことに意味があるっていうタイプだから、まあ、結局人生のそんな長くないし、はい、振り返ったら天竺バーもやったけど最高だったよなーで、そのコロナでしまっちゃったけど、まあ次のステージに行ったっていう思いになるから、本当に最高の思い出だよね。人生の節目の時はお会いさせてください。お願いします。頑張ります。人生の節目なんだろうなと思ったよ俺は。こんなに頑張って作ったレビューを締めるわけだから、まあいろんな思いがあるんだろうなと思って聞きたいなと思ったけど、でも全てが前向きなんだってことが分かって嬉しかった。今日これ持ってきたから、じゃあ初めあのコラボした時のこのスカジャン、ちょっと淳さん、すげえこれスカジャン、このね、いやこれを淳さんがまだまだ持ってくれてるっていうのがエグい。え、だってこれ俺あれだよ、ラバーズアゲンの衣装を、なんとかの衣装を、なんとかの衣装ってあのちゃんと保管したんだ倉庫に。ね、ジョーと来たこの衣装ってこれ保管室に保管したんだから、yeah. だから綺麗でしょ、状態いいよね。レディーゴー交換、ありがとうございます。イエーイ、レディーゴー、レディーゴー、なんちゅう日や、なんて日だ